この結びはヒューラー結びです。ヒューラー結びはロープの中間に輪を作るときに使います。それではみんなやってみよう。ヒューラー結びはまず右手で折り返したロープの先端を持ち、左手で持っているロープの上に重ねます。重ねてできた輪っかの下から先端を通し引っ張ればヒューラー結び完成です。消防のお兄さんが見本を見せるよ。ヒューラー結び作成。作成よし。消防のお兄さんがやるとこんなに早くできるよ。みんなも頑張ってやってみよう。